答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは遊びシリーズ、じゃんけんの歴史日本。まあ、以前に無視剣ってやったと思うんですが、今回は無視剣から現代の間に生まれたと言われる、まあ、手振りじゃないじゃんけん、庄屋剣、まあ、狐剣って言われたりするらしいんですが、これをお伝えしたいと思います。出てくるのは、庄屋、鉄砲、狐です。庄屋は正座したまま手をお膝の上、膝の上が庄屋。鉄砲は身振りで鉄砲。これどっかで出てきましたよね。覚えてますか？ミャンマーですよ。ミャンマー。あともう一つ。キツネはキツネです。キツネ。これ勝ち方は、庄屋は鉄砲に勝って、鉄砲はキツネに勝って、キツネは庄屋に勝ってなんですけど、なんかまたね、合図とか工夫してもいいと思いますし、キツネが右なのか左が上なのかでも考えても面白いですし、鉄砲なんていうのも、鉄砲もね、左なのか右なのかなんていうのを決めて、しっかりやっても面白いと思います。全身を使うじゃんけんっていうのは、すごく体を使っていくんで、子供にとっても難しいんですね。幼児なんかもそうですけど、チョキって一番難しいんですよね。人差し指と中指だけ開いて、あと3つは握るっていうのは、大人にとっては当たり前でも、幼児にはすごく難しいんです。それがですよ、さらに全身使った遊びなんていうようになってくると、さらに面白くできるかもしれません。じゃんけんには実は足じゃんけんなんていうのも、いろいろあったりしますから、その辺もね、歴史お伝えできればと思います。本日の遊びシリーズでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。